GMO 青空ネット銀行株式会社は東京都渋谷区に本拠を構える青空銀行と GMO インターネット参加の GMO フィナンシャルホールディングスが共同出資する新たな形態の銀行である。かつては新宅銀行として営業していたが2018年10月1日付で青空銀行に新宅部門を九州分割した。なお、 青空銀行が2018年時点で大株主であるが金融機関としては別である。特に青空銀行のバンク支店と本銀行とは別である。1994年4月1日に被災銀、新宅銀行として開業。後に親会社の日本債券信用銀行の経営破綻と外資への売却に伴い青空新宅銀行となった。2005年には ソフトバンクグループのヤフーとの間で業務、資本提携に合意、インターネット専業銀行設立を予定するも、2006年2月23日に提携解消を発表した。2016年6月、青空銀行による公的資金の関西を契機に同行の成長投資を加速させるため、GMO インターネットとの共同運営によるインターネット専業銀行事業への参入に、 無気資本業務提携が行われた。2015年6月、本件の検討開始が発表された際に、日本経済新聞が報じたところによれば、青空新宅銀行の業名を変更した上で、法人、個人を対象とした、フルバンキングを目指す方針と伝えられている。2018年6月より、GMO 青空ネット銀行に、社名変更し、7月17日より、 インターネット銀行事業を開始した。一方で、新宅業務については2018年10月1日をもって、九州分割の手法により、青空銀行に移管された。ありがとうございます。